ご視聴ありがとうございます。6日、11月6日、東流潜水艦進水式が行われました。来ました、双流型潜水艦の12番艦最終形態。双流型では最強となる潜水艦です。何がすごいか、それは11番艦王流からリチウムイオン電池となり仕様が変わったところです。仕様といっても スターリングエンジンを廃止しリチウムイオン電池を代わりに搭載、それにより大幅な潜航時間を確保できることができました。リチウムイオン電池の技術の進化に伴い、この1年でもやはり潜航時間は東流にの方が伸びています。このことにでも分かるでしょうが、やはり東流双流型潜水艦としては最強と言えるでしょう。また日本の潜水艦もやはり世界トップクラスとなっています。各国リチウムイオン電池搭載の潜水艦が登場してくるでしょう。ですがどこまで潜航時間を延ばせるかは各国のリチウムイオン電池技術の安全性など考え大きく違ってくるのは見てわかります。中国は原子力潜水艦を造船しようとしていますが、他の周辺国は通常動力型潜水艦を建造する予定です。まあまだその実力は分かってないんですが、これから潜水艦の大幅な技術革新が出てくると感じられます。しかし大きく違うのは、潜水艦自体の大きな性能差、または北朝鮮のような SLBN装置などをつけるか、まあ日本にはちょっと無理な話なんで、やはり大きくはその潜水艦の能力、はたまた
日本潜水艦もやはり静粛性に優れています。その静粛性をの特性を生かし、潜航時間がかなり大きくなっているのも事実じゃ。その大きな潜航時間をどれぐらいまた伸ばせるのかも、今後の技術の革新に関わってきます。一番すごいのはやはり先にリチウムイオン電池を搭載したことです。各国スターリングエンジンを採用する中、リチウムイオン電池を採用し、通常動力型では世界に繰り出した。そこにまた見出せる技術はあるでしょう。今後また違った技術も開発される見通しです。その技術を東流という潜水艦に預けて、今後の次期潜水艦を見ていきたいと考えます。それでは。ご視聴ありがとうございます。11月6日、東流潜水艦進水式が行われました。来ました、双流型潜水艦の12番艦最終形態。双流型では最強となる潜水艦です。何がすごいか、それは11番艦王流からリチウムイオン電池となり仕様が変わったところです。仕様といっても、スターリングエンジンを廃止し、リチウムイオン電池を代わりに搭載。それにより大幅な潜航時間を確保できることができました。リチウムイオン電池の技術の進化に伴い、この1年でもやはり潜航時間は東流にの方が伸びています。このことにでも分かるでしょうが、やはり東流双流型潜水艦としては最強と言えるでしょう。また日本の潜水艦もやはり世界トップクラスとなっています。各国リチウムイオン電池搭載の潜水艦が登場してくるでしょう。ですがどこまで潜航時間を伸ばせるかは各国のリチウムイオン電池技術の安全性など考え、大きく違ってくるのは見てわかります。中国は原子力潜水艦を造船しようとしていますが、
他の周辺国は通常動力型潜水艦を建造する予定です。